次に、まず、1ワードの四則演算を行うための計算機の CPU の機構について紹介しておきます。この部分はテキストには含まれていない内容で、僕が独自に補足説明するものです。1ワードの四則演算を行うための CPU の機構として、次の2つがあります。1つ目はレジスタ s 2つ目は ALU。 これはアリスメティック・ロジック・ユニットと呼ばれるもので、日本語ですと算術論理演算ユニットと呼ばれます。英語では alu と略す場合があります。まず、レジスタからその働きについて紹介したいと思います。レジスタはその CPU 内で情報を 具体的にはビット列を保持するためのメモリの一種ですで、その容量は極めて小さいんですが高速にアクセススマートを読み書きすることが可能ですレジスタには次の2種類があります1つは汎用レジスタと呼ばれるもので演算対象の数ですとかあと演算結果の数といったデータを保持します でもう一つは状態レジスタと呼ばれるものです。これは補助演算装置とも呼ばれますけれども CPU の演算に伴うさまざまな内部状態を保持するのに使われるレジスタです。でまあ、今回の多倍長演算においてはその桁上がりの発生を示す状態を知るのにこの状態レジスタが使われます。次に ALU 三述論理演算ユニットの働きについて紹介します。ALU というのはレジ、先ほど紹介しましたレジスタや計算機のメモリ、主記憶装置からデータを呼び出して、四則演算や論理演算を行う回路です。で今の計算機というのは、まあ、実に様々な処理を行いますけれども、で本質的な計算というのは、 全部その数の指則演算だけがこう行われているわけですね、今の CPU では。で、その本質的にその中心的な計算を担うのがこの ALU と言えるわけです。で、えっ、ー、と、ALU はその指則演算や論理演算を行った結果をレジスタやメモリに格納します。で、それからこうしたその計算などに、えー 伴って生じた CPU の新たな状態を状態レジサに格納する仕事も行います。ここではその先ほど紹介しましたこの CPU の各構成要素がどのようにその使われているのかということを組み込み用 CPU の例で紹介したいと思います。組み込み用 CPU というのはパソコンのようなその 計算が前面に出されていない例えば家電製品ですとかゲーム機といったような機器に組み込まれて使われる CPU ですでこのスライドに挙げました図はブロックダイアグラムといいましてその CPU の内部の各機構がどのように配置され使われているかということを模式的に表した図です それでは今紹介しました構成要素の配置なんですけれどもこのような形でこの組み込み用の CPU では使われています。で最初にその ALU なんですがこちらにありますようにこの CPU の中の上の方ですねこのアルファベットの V のような形をした箱に入っているものが ALU です。 次に汎用レジスターですが、汎用レジスターは今線で囲った部分の中にあります、このいくつかの箱が書かれておりますけれども、それらの一つ一つの箱が一つ一つのレジスターと呼ばれます。でまあ、この中にそのビット列が格納されるわけです。で、えー、と最後に、えー、と状態レジスターですけれども、 この2つの ALU と汎用レジスターに挟まれた部分の小さい箱として見ることができます。この模式図の中では、プログラムステータスワード PSW と呼ばれています。まあ、あの組組の CPU の場合は以上のような形で各要素が配置されております。皆さんが使っているパソコンや携帯電話の CPU にも、 これれらの構成要素が配置されていますそれではここではまず1ワードの符号な指定数2個の加算がその CPU の内部でどのように行われるかということを整理して見てみましょう。今この CPU の中にはこの x y z と呼ばれるえっと3つのレジスタがありまして。で、まあ、これらのレジスタの間で、そのまあ、それぞれのレジスターに格納された整数の加算を行うこととします。で、具体的にはこのスライドでにおける。この整数の加算は、その x レジスターと y レジスターに格納された整数の加えまして、その計算結果を z レジスタに代入すると。 いう操作を表すことにしますで、えっ、ー、と、X レジスター、Y レジスター、Z レジスターは、それぞれそのビット列になっておりますけれども、そのビットの並び方は、えー、このような形でありますように、えっ、ー、と、一番、えっ、ー、と、右側がその下位の桁で、えー、それから、あの、上位、えっ、ーえー、と、まあ、に 2の1乗2の2乗の桁というふうに配置されておりますので、まあ、の数の配置としては、その我々が普段行っている十進数の加算と同じ筆算のやり方をとるわけです。で、ですので、この x レジスタと y レジスタの加算というのは、その我々が行っている筆算の十進数を二進数に置き換えたような形で、こう、あの各桁を 加えては、この Z レジスタの対応する桁に格納していくということになります。で、最後、その、もしですね、この最上位桁なんですけれども、もし、その最上位桁で、その繰り上がりが発生した場合、まあ、桁あふれと呼びますけれども、この場合の、えっ、ー、と、有無を そのこのガンマと呼ばれる、この状態レジスター、補助演算装置のその0、1の値で表します。で、えっ、ー、と、桁、桁振れが起こ,起こった場合には、えっ、ー、と、ガンマが1、起こらなかった場合には、まあ、ガンマがあの0になるわけです。で、えっ、ー、と、このガンマの値を、あの、付け加えますと、 このときにこの x プラス y という2つのレジスターで与えられた数の加算の結果というのは、えっと、z、すなわち z レジスターの値プラス、ガンマかける ×2 の n 乗という値で表すことができます。で、ですので、えっと、x レジスターのと y レジスターの数値をそれぞれ加えまして、えっと、まあ、計算結果は z レジスター。 それから、その桁あふれの情報が、あの、補助状態レジスタガンマに入ります、代入されますよということを、このような形ですね、一番下のにある式ですけれども、x プラス y が、の結果が、えっと、z とガンマの組に代入されますというふうに表します。 それでは以上を踏まえまして、長さ K ワードの多倍調整数 A と B の加算を考えたいと思います。で、まあ、この図にありますように、その上の方のそのワードの並びが多倍調整数 A を表していまして、で、えー、下の方のワードの並びでその多倍調整数 B が表されているものとします。で、これを その新たなですね多倍長の整数 C というのを下に用意しましてで A プラス B の結果を C に代入するということを考えましょうで。ここではその多倍長整数 A と B と C はえとどれもその長さが K ワードで同じ長さになっていると仮定します。基本的なアイディアとしましては その整数の筆算などの筆算と同じような形で、その先ほどは、まあ、1ワード同士の整数の筆算を考えましたけれども、まあ、ここでは A0、まあ、A1 とか B0、B1 といった各ワードがそれぞれ一桁の数のような扱いを受けるわけです。で、一、まあ、番下位のあのワードの加算から見ていくことにしましょう。 例えばここですね1、えー、番下位のワードでは、まあ、A0 と B0 を、えー、と加えた結果を C0 としましてで、まあ、当然この加算ではその桁上がりが発生する可能性がありますのでその桁上がりはガンマ1というその状態レジスタに代入されるわけです。でこの桁上がりがもし発生しますと、まあ、次の桁の 加算に一緒に加えられるという形になります。で、以下、まあ、同じようにですね、この a1 プラス b1 が c1 に代入されるということを繰り返していって、最後、えー、と最上位桁の加算では、まあ、a の k マイナス1と b の k マイナス1の和が c の k マイナス1のワードに代入されまして、でそれに、 その階の桁からの繰り下がりですね、ガンマの k-1 の結果が代入されて、最後にもしここでこの桁で桁上がりが発生していれば、その情報がガンマ k に代入されるという形で多倍調整数の加算が行われるという仕組みになっています。以上の 長さ K ワードの多倍調整数の加算がを数式で表しますと、あのこのスライドのような形で表されます。でここではそのまあ、多倍調整数 A と B の各ワードによる表記、それからその計算結果であります C の各ワードによる表記の仕方を復習しておいてください。